競馬大好きウエチがリアル競馬知識で馬娘を紹介するシリーズです。今回紹介するのはメジロマックイーンです。メジロマックイーンは父メジロティターン、母メジロオーロラという血統です。この父メジロティターンは天皇賞春を勝利しています。さらにメジロティターンのお父さんメジロアサマも天皇賞春を勝利しており、ステイヤーの血はここから来たんじゃないでしょうか。そんなマックイーン、幼い頃病弱な馬でたびたび高熱を出したり怪我をしていました。そんなマックイーンはメジロ87年組と呼ばれ、同期にはメジロライアン、メジロパーマーがいました。そんな中マックイーンは3番目に評価の高い馬です。マックイーンは500キロを超える大型な馬でトレーニングをしてもなかなか体重は絞れず、怪我もあったりとしてデビューはクラシック期の2月と遅れてしまいました。1990年2月、4歳新馬戦2番人気に指定されました。ダートの 1700m でしたが見事勝利。そのまままた2月芝のレース雪柳賞に出場するも2着、ちょっと休養を挟んで5月あやめ賞芝 2200m ですが3着、また休養に出ししっかりと体を作り込んできた9月、徒党特別ダートの 1700m に出場するも2着、しかし怪我をしない体にしっかりと作り込んできてから出ているので、菊花賞に向けてどんどん賞金を加算していきます。同じく9月、木古内特別1着、同じく9月、大沼ステークス1着。さあ次勝てれば菊花賞に確実に賞金が足りる。10月嵐山ステークスに出場、しかし内田騎手は油断してしまい、直線で前の馬が邪魔で出ることができず、ようやく残り 100m で外に出せたのですが時すでに遅し、2着と負けてしまいました。賞金が足りなくなったマックイーン、菊花賞のキャンセル待ちに登録します。ここで奇跡が起きます。賞金上位の馬が回避しました。そのためマックイーンは出場可能になりました。前走を油断した内田騎手を変えるかどうか検討されました。しかしオーナーのメジロのおばあちゃんこと北野美也さんが内田騎手を使ってあげてとお願いもあったため、内田騎手で菊花賞を望むことになりました。いざ菊花賞、4番人気に支持されました。ダービー馬のアイネス風神はいません。皐月賞馬の白大星もいません。この菊花賞の1番人気はメジロ87年組のメジロライアン、メジロ87年組の対決ご覧ください。どうぞ。最後の直線コースに各馬が入ってまいります。さあ勝負どころ、メジロマックインが先頭です。メジロマックインが先頭、アズマイスト2番手、さらに外からはメジロライアン突っ込んできた。さらに最内をついてホワイトストーン、ホワイトストーンも突っ込んでくるが、先頭はわずかに外をついたメジロライアンか、メジロライアンか、メジロマックインか、メジロマックインか、内からはホワイトストーン、3頭の勝負だが中をついたメジロマックイン、ホワイトストーンが内から伸びてきた、ホワイトストーンが内から伸びてくる、メジロマックイン先着ゴールイン。見事勝利、初めての重賞出場で G1 馬の仲間入りとなったマックイーンでした。菊花賞に出るために走り続けたのでさすがに休養に入ります。なお本当かどうかは定かではありませんが、有馬記念にマックイーンは出ることを考えていました。しかし北野美也さん、有馬記念はライアンに取らせたいということでマックイーンは回避して長期のお休みに入ったという噂があります。なお皆さんご存知だと思いますが、90年の有馬記念はライアンは2着でした。勝ったのはオグリキャップです。翌年91年3月、新コンビを武豊さんに変え阪神大賞典に出場します。ダントツ1番人気に支持され見事勝利。そして本番天皇賞春に出場、1番人気は我らがマックイーン、2番人気はメジロ87年組メジロライアン、また再び激突するメジロ87年組ご覧ください。どうぞ。メジロマックインは現在4番手であります。600を通過、連れてホワイトストーン、連れてホワイトストーン。さあメジロライアンはまだ中段7、8番手の位置であります。第4コーナーのカーブ、さあ直線コースに前向きました。先頭はわずかに大隅車台が先頭か、メジロマックイン、メジロマックイン、さらに外をついてホワイトストーン、そしてマルカロッキーあたりも突っ込んでまいりました。メジロマックインが先頭、メジロマックイン先頭です。リードを1馬身2馬身に広げます。そして2着争いですが、メジロライアン、ホワイトストーン、ミスターアダムス、ミスターアダムス、そしてキリサンシー突っ込んできた。先頭はメジロマックイン、リードを取ってゴールイン。長距離ではライアンに負けません。見事勝利、 G1 2勝目です。そしてそのまま宝塚記念へと挑戦します。宝塚記念、ダントツ1番人気に支持されたマックイーン、3回目の対決となる2番人気メジロライアン、このレースメジロライアンが一矢報いました。ライアンの完勝、マックイーンは2着と敗れてしまいました。夏休みを挟んで10月京都大賞典に出場、ダントツの人気で見事勝利。これから秋小馬三冠に挑戦します。いざ天皇賞秋ですが、ここで珍しい珍事件が起きます。まずはご覧ください。どうぞ。ゲートが開いて第104回の天皇賞、11番のフェーモグラスがちょっと後手を踏みました。さあここからが大変、2コーナーまでの先手争い、先陣争いですが、外からマックイーンが行った。外からなんとメジロマックイーンが先頭に立っていこうとしています。さらに1番、これは神尾
ですね、あのつい先ほどまで武豊騎手がですね採決の部屋に呼ばれておりましたが、あ、そうですか、はい、はい、ところが今確定となりました騎手が横に並びましてですね、おっと、枝照夫騎手です。信頼をそちらで分かりましたら、とりあえずですね、勝利ジョッキーとして今枝照夫騎手が呼ばれました。なんとスタート直後にマックインは車高し進路妨害をしてしまいました。結果圧勝したマックインですが18着になってしまいました。 G1 で勝った馬が膠着処分になるのは歴史上初めての出来事でした。これで狂ったのか。続いてジャパンカップ日本代表として出るも海外勢に歯が立たず4着と敗れてしまいます。続いて有馬記念に出場するも別名でしたがアニメでもオーラを出していた14番人気の大優作が見事勝利。マックインは2着に敗れてしまいました。マックインは安定した成績が認められ最優秀5歳以上牡馬に選ばれるも年度代表馬に選ばれたのはこれからライバルとなる東海帝王でした。翌年92年、阪神大賞典に出場、ダントツ人気に応え見事勝利。そして天皇賞春に出場、デビュー以来7連勝の無敗の東海帝王との世紀の対決、世間は非常に盛り上がりました。皆さん結果はご存知、マックインの勝利、帝王は5着でした。しかしこの天皇賞春の後帝王もマックイン2人とも怪我をしてしまいます。それくらい激闘だった天皇賞春でした。さらにマックインに関しては結構重い怪我で約1年お休みとなります。今年93年、大阪杯に出場、1番人気ではありましたがダントツではありません。2番人気は僅差で1歳年下のナイスネイチャー。この単勝オッズの差はマックの時代は終わったんじゃないかと世代交代を疑うファンの心理かと思います。そんなファンを尻目にコースレコードでネイチャーに5馬身の圧勝のマックイン、まだ健在だ、マックはどんどん強くなっている、そうファンに思わせたレースでした。そして誰もが天皇賞春の3連覇を期待しました。いざ3連覇を目指して天皇賞春、ダントツ1番人気のマックイン、2番人気には去年ブルボンの三冠を阻み菊花賞馬に輝いたライシャバ、3連覇を目指した天皇賞春ご覧ください。どうぞ。4コーナーに近づいてくるメジロパーマー、まだ逃げている、リードが半馬身ぐらい。そしてメジロマックイン2番手、ライスシャワーが差を詰めてきた、ライスシャワーが差を詰めてきた、前3頭ほぼ固まった感じで、さあ直線コースに向く、メジロマックイン先頭か、メジロマックイン先頭か、外からライスシャワーが来た、外からライスシャワーが来た、そしてうちメジロパーマーまだ粘っている、3頭並いだがわずかにライスシャワーか、ライスシャワー抜け出した、リードが1馬身2馬身、そしてメジロマックインとメジロパーマーのさあ2番手争いだが、ライスシャワーが抜け出したぞ、リードが2馬身ぐらい、メジロマックイン2番手か、パーマーも追い出した、先頭ライスシャワー、ライスシャワー先頭ゴール。残念ながらライスに負けたマックイン、90年代を代表するステイヤー同士の対決はライスシャワーが勝利。ただこれは世代交代ではありません。まだまだマックインは頑張ります。そのまま宝塚記念に出場します。ダントツ1番人気に支持されたマックイン、これがマックインの最後の G1、 ご覧ください。どうぞ。大隅ロッチ、大隅ロッチ、そしてメジロマックインが来る、間からは西のフラワー、後方をつきましては石庭竜王も差を詰めてきた。第4コーナーから直線に向きますが、内ラチ沿いに大隅ロッチ、外をつきましてメジロマックイン、メジロマックイン、内外が大きく開いている。追い込み勢からは幾野ディクタス、石庭竜王を突っ込んできた。メジロマックイン堂々と先頭で200を通過、あと2番手は大隅ロッチ、幾野ディクタス、イクノディクタス、石庭竜王を突っ込んでくるが、うちの大隅ロッチとの2番手接戦だ。メジロマックイン、さあ2番手はイクノディクタス、メジロマックインゴールイン。見事勝利、 G1 競争の連続年度勝利記録となる4年連続 G1 制覇を達成しました。あの去年の悪夢の秋小馬に再度挑むために休みを挟んで京都大賞典に出場、このレースコースレコードで勝利し獲得賞金が史上初10億円の獲得となりました。しかし天皇賞秋に出場するトレーニング中に怪我を発症、引退が発表されました。マックインは引退が決まってから引退式までの間に急激に老け込んでしまいました。この姿を見た武豊さんはマックインのことだから周囲の雰囲気から自分の競争生活が終わったことを分かっていたんでしょうねと語っていました。普段は関係者に甘える姿もあればレース上での堂々としている姿がギャップがあったマックイン、引退後に気性が荒いことで有名なサンデーサイレンスと隣同士だったマックイン、サンデーサイレンスはマックインを見るたびに威嚇していましたがマックインはずっと無視し続けました。そういう関係が繰り返しているうちにサンデーサイレンスはマックインの前だけおとなしくなるようになり、最終的には関係者たちから恋人と呼ばれるほど仲良くなりました。そんなマックインですが天皇賞春を勝利した後に大きく立ち上がって荒ぶったことがあります。目白のおばあちゃんことを北野美也さんを転ばせて危うく踏みつけてしまうことがありました。たまに見せるこの気象難が見事ゴールドシップやオールフェーブルに受け継がれていると思うと納得してしまいますね。ありがとうございました。